あのさ、みんなに聞きたいことがあんねん。ツイッターで僕らしくないあんな募集したやん。で、みんなの中で、あいつ調子乗ってねとか、こいつキモみたいなことを思われてたらどうしようみたいな。この動画出すまで不安やったからさ。だから活動やめるわ。バイバイ。メンタルゴミを。本編始める前にちょっと聞いてほしい。僕さ、8月と9月15本投稿してさ、自分の中ではめちゃめちゃ投稿頑張ったのよ。で、ついでと言っちゃなんやけど、10月11日って僕の活動2周年なの。このチャンネルで僕のこと知ってくれた人は知らんと思うねんけど、このチャンネルって2個目のチャンネルなのね。ほんで最近もう1個チャンネル作ったのよ。僕ゲームが好きで作ったチャンネルやねんけど、これの最新の動画が全てチンコに見える男っていう。終わりだろ。だから今日は完全に僕のご褒美動画です。だから見なくていいですよ。僕一人で見るので嘘です。ごめんなさい。ガン見してください。はい、ほな見ていこうか。面白いところ。あ、シンプル嬉しいやつね。でもまあ僕ネタ系の動画アップしてるから、さすがにこれは言われないとみたいなとこあるよな。とか言っとこ。ほら声がいい。そうかな。ありがとう。なんか、これ恥ずかしいね。リス君の、あ、そこ。なるほどね。リス君のリス君、本当に大きいからな。みんなに分かりやすいように例えると、ごめんね、生々しい話して。電柱ぐらい。下ネタばっか言ってるけど、リス君が本当はすごい素敵な人だってこと知ってるよ。次から下ネタ言いづらくなるね。下ネタ好きなところ。すいません。行こう。褒められて気持ちよくなりたいんだね。わかるわかる。間違ってはない。でもその言い方刺さるね。名前にカタカナとひらがなが入ってるところ、その原理で言うと江戸春美かもしれへんから、僕じゃなくてもいいみたいになってるから。冷蔵庫の中に入ってても怒らないこと。怒る以前の問題。入んな。みんなのことを笑わせてくれて、自分もリス君の動画を見ていると自然に笑っているんですよ。そんなリス君が大好きです。嬉しい。いや本当にそんな褒めても何も出ないぞ。車とか好き？田中に優しいところ。なんなら厳しいぞ。太もも。キッシュ。これから見つけたいと思います。これからいっぱい僕のこと知ってね。キラン。タバコ吸おうっと。